バトルビーストお体験版、この体験版がさすーげー4年地で流行ってさ、みんなでその足で買いに行ったんだよ。来た。何気に Windows を導入したゲームというのもある意味すごいわな。まあ、開発しやすさをね目指したんでしょ。ネットワークの問題もあるし、ネットワークといえばやっぱ Windows じゃない。そこ辺も整備しやすかったな。まあオープニングで結局たまにこういうとこに入ってるやつの方が画質が良かったりすることがあってさ、あの本編のやつより。それがね、ルーマニアのあれだ、ポロリ青春のムービーが本編で見れるやつより綺麗なやつが入ってる DVD っていうのが存在してびっくりしたんだよね。ハロハロナリアンスかなんか超綺麗に入ってるやつがあって、あと桜大戦のオープニング、プレステとセガサターンのやつ、あれもブルートプレスっていうVHS でめちゃめちゃ綺麗なバージョンが入ってる。ゲーム機で見るより綺麗。はい。あの話か。お化け屋敷みたいなところ。セガ社員こんなにいるのって毎回使うんだよ。まあと秋葉原。実写。確かにね、あれはいいものなのにね。板野サーカスの十分綺麗だったけどね。まあでもちゃんとしたやつみたいあるならカミングスーンか。あ、終わっちゃった。あ、エルドラドゲートのプロモ一家に3本のシナリオ。2ヶ月後の発売。そう、2ヶ月おきに発売するゲームだよね。本当は10何巻とか出る予定だったんだっけ ?7 巻ぐらいで終わっちゃったけど。謎の歌。うわ、うわ浜野さん。よっちゃんかと思った。ある意味よっちゃん。これは面白かったんですか？まあやらなきゃいけないけど。若いのかな？今はもっと老けた。まあね。マジで？ああ、そう。ええー。ね。嘘。ああ、途中からでも始められるんだ。ってことは1がないと実質積むんだね、じゃあ。エフェクト綺麗。このゲームちょっと、ゲーム以外の情報っていうかさ、完全版が巨大なボックスに入ってたりとか、そういうところばっかりだったから、2800円だよ。2800円以上分は楽しいのかな、やっぱり。まあ、小分けにして出した超大作 RPG みたいな感じだよね。でもなんか 2D ゲーなんだね。最後の方でなんか急に急ぎ足になったというか、結局は入れるためになんか詰め込んじゃったとは聞いたことある。レベルがなくて装備でパワーアップするシステムだったかな、確か。おー、なるほど。そうなんだ。肉体的なあれは上がらない。なんかすげえの来た。肉体的には上がらない。やっぱたまに見ると忘れてるものが多いな。過去に絶対見てるんだけど、ね、これ。ヤゴスみたいな。まあね、そういうことだね。その代わり1号がないときつい。R タイプ的な。R タイプはまず容量的な問題で入んなかったっていうのがあるから。っていうか、まあ開発、ロンチに間に合わせるためだったのかな、あれって。え、ロンチにワンツー出てたのかな。ボリューム12。お。ああ、そうなんだ。サンサラナガってレベルねえんだ。これ同じ PV じゃないよね。さすがに。ロース。意外とパンツが見えるシーンだ。配信でのダウンロード代わりはエピソード配信許可のがある。
ああそう、 FF のなんかのであったよね、スーファミ版の続編みたいな。神のご加護、この声優さん見つかったのかな。待て、パパパーツが、さっきのバージョンよりなんか雰囲気でさ、これもう発売してんのかな。大事なシーン見せちゃダメじゃん。クーロン城な。高い中古最安ね。最後なんか生ゴミだらけにされて、私たちの両親を殺され、綺麗好きなの。兄は今のあなたのように敵を追って、そしてあて、ああそう、邪道に落ちた。高いね、高いね。一本の RPG としたら高いね。まあ、商売としてはやるな。邪道に落ちてはいけない。ランテージがお兄ちゃんじゃないんだよね、これね。出た、鉄牛だけ違う、なんだっけ、和牛だけ、なんだっけ、なんか牛がついたはず。めんどくさかったなークーロン城っていうか、これが QT の、まあ、元祖だからね。 LD ゲームみたいなもんだけど、まあ、システムをこう、まあ、作り上げたのはシェンムーでしょ。ちょっと難しいけどね。でもいい QT と悪い QT がやっぱあって今時でも、ね、今でも、まあ、今でバイオハザードなどにも使われてる比較的だ。バイオハザードの QT 下手なんだもん。てかカプコンの QT が下手なんだよね。嘘、あれいいものだよね、あれすごい大事。あれ、ん、え、また別のパターンが来た。 FF も1万ぐらい、あ、そうだね、 FF6 は11,400円、定価。ダイデカワ QT、 そうじゃない、あれもクイックタイムイベント。ゴッドウォーは QT じゃなくて、なんて言うんだっけ、忘れちゃったな。あれはそうね、まああれはでも LD ゲームのあれだよな。でも QT このゲームの場合とはちょっと違うよね。このゲームの QT って本当に、うん、まあ LD ゲームに近いけどね。ただそっから失敗してもそっちに CS アタック、ありがとう。そう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 、 CS って何の力だっけね。そう、 CS アタックってなんかもうなんか使わないうちに忘れていくな。録音テープのところだけ定期的にやりたくなる。嘘、渋いね。セガサダン版今から発売してくんねえかな。ベルセルクかも。ベルセルク、ん、マジで QT みたいな場所あるんだ。ドリキャス版のだよね、ユークス。よし、ゴーさんの様子チェック、押し込みでの目つぶし大好き。あれ、あの QT はやべえからね。LR スティックグッて押し込む QT、 目つぶしだから。なんかこれ変なファンがいるよね。でも大してやってなさそうな感じなんだ。バイオ4はね、ちょっと変だったしね、連射すると早回しになったりとかするし。え、終わり？あ、おおおお。まあ、バーチャコップみたいなゲームです。の007版みたいな。007でこういうゲームとか出てもいいのにね。無理か。スパイデー。待てよ。これ体験版じゃねえか、バカ。なんだよ。ムービーかと思った。ぼやーっとしてたら、普通に押せたっていう。ムービーだ。あ、2だ。2と2バトルって何が違うんだろうな。ここは
へえ、あ、そうなんだ。助けてあげるからね。ただ何言ってやがる。一回ボタン押すだけとかじゃないよね。いただかせてもらう。イベントの間にそういう箇所がある。すっごい男ね。ベルセルクなんかやりたいけど、実際やるとあんまりやりたくなくなっちゃうんだよな。やるまでが楽しいゲーム。ソニックアドベンチャーね、どうしても楽しく思えないシリーズだったな。このシリーズ一番評判がいいやつを買ったけどまだやってね、ずいぶん前。うわすげえ。うわどこまで見れんのこれ。実写でやってほしかったなこれ。出てたよ。ネット対戦できるのかなこれ。そう、こういう部分がね、ゲーセン版は実写だったんだよね。ん？プレステ2版にはあるっけ？いるこれ。まあ、アバターなんだろうけど、ね、社員が楽しそうに実写でなんか、暴れてる写真とかが流れるんだけど。今で言う竹書房をなんかぶっ壊すみたいなやつとかあるじゃん。申請者を破壊するあれとかなかったっけ。確か。だから俺は、あれ、ポペテピビックはこれの、なんか、この作品のあの真似だと思ってたけど。そう。いろんな意味ですごいな。申請者、爆破とか技じゃなかったっけ。うへへへ。申請者爆破。そんなんあったよね。あったよね、確か。は？ああ、こう業務用か。今週までに。南ヨーロッパの広がる青空、きらめく太陽、心地よい風の中、コーナーを小気味よく走り抜けろ、クラブカート。これ見なかったなあ。ゾットと戦うって、勝てるの？勝てはしないの？へへへへ、ちゃうわ。あ、カードシステム。小気味よく、あんま聞かない。見とく。せっかくだから。次のディスクを用意しながら見るか。あ、これ限定版が救急箱なんだよってこれ前も言ったな。ボリューム2。ディスク2、ディスク1がね、ニコニコに必殺技まとめとかあった、まああったと思った。これ DVD なんだよね。ドリマガなのに DVD がついてきてもう敗北を感じたよ。あ、ぬい途中で抜いちった。ドリキャス派一部へロゲーありましたね。エロゲーっていうかギャルゲーっていうか、失礼。エロゲー、エロってどんぐらい寛容だったんだろう。ドリキャスって、ドリキャスは多分セガサターンよりはあのエロい描写はできなかったんじゃねえかな。DVD のプレスの方が安かったんかな。もう GD ロム手に入れんの嫌だってなったのかもね。その問題でかいな。てかこのディスクどこ行っちゃった。シリーズヨネにもらったシリーズ、これは確かいっぱいあった。ソニーより早い。ソニーは途中で規定が変わりました。集まれぐるぐる温泉。だから一概にソニーよりもっていうのが難しい。ドリームキャスト待望の多人数参加型通信ゲーム、つなげ第1弾。コミックパーティーすごいな。この前も話したけど、コミックパーティーはハードをぶっ壊すバグがあるらしくて俺はいじれなかった。
キャラクターやってた。僕はやらなかった。2は買ったけどやんなかったな。表情も細かく作成できる。トランプ、将棋、これはね非常にやってる人がいたね。ファンタシースターの次ファンタシースターよりもやってる人いたのかな。ゲーム中のチャットが楽しめる。もちろんめちゃめちゃやってる人っていう。ゲームを通じて知り合った友達とメール交換も可能だ。これで出会ったって人結構いたからな。話だけ聞いた感じだと。ぐるぐる温泉で友達100人作ろうよ。何年？99年か。へー、出た謎のシーン。僕の名前を知ってるかい。後藤よしおと言うんだよ。後ろに無事に喜ぶ男、後藤よしおと言うんだよ。はい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 。その時僕は宴の中にいた。はい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 。19,900円にしたんだよ。ジューンキャス国際基準エスピオネージェンツ。うわ、 CB。 さまざまなミッションをクリアするパラレルサイトシミュレーション。最後は1万円だもんな。ドリゲスも登場。プレイヤーは近未来、あれは在庫処分のために1万円にしてたのかな。通称だよね多分ね。7人のエージェントとともにさまざまなクライアントからの依頼を。こっから先は生産はしないから在庫だけでやりますっていうの通知が来たもん、うちの店に。それからもしばらく来たから。後藤芳生の元ネタが本当に分かる。調べても分かんないんだよね。依頼の目的を達成させる。分割された完全にだから在庫処分のための1万円だよね。ただあの時飛ぶように売れたっていうか、プレステ2よりも売れたんだよね。プレステ2よりもドリキャスの方がガンガン売れて、もうあの店に在庫があるんだったら余裕でプレステ2超えてた。なくて売れなかったんだ。全然ない。いや原価割れも何もクソもないですよ。だからもう在庫抱えるよりはいいからっていうことでさばいた値段だからね。捨て値ですよね。後藤よしお、なんで任務決定。僕の名前を知ってるか。後藤よしおと言うんだよ。どういうこと。後ろに無事に喜ぶ男、後藤よしおと言うんだよ。だ当時はファンタシースターオンラインとセットですげえ売れたんだけど、ハードが全然なくて、入ってきて1日で売れちゃうんだよ。なかなか入ってこなくて、全国のゲーム屋さんがドリゲスと取り合いでだったから全然入れられなくて、1週間に1回まとまって入って、でも1日で売り切れるみたいな。ドリームキャストならありませんかつって、5000年は5000年下げしたの。やだね。プレセ2買った。次の日ってやだね。俺の名前を知ってる回は何だったっけね。てかね、値下げしたからね。値下げしたことによるブーストですよ。全7ステージを攻略していく。もちろんジャレコ麻雀伝統の遊び心で、ファンタシースターオンライン。そう、俺の武器を知ってるかより前にあるんだよ、元ネタが。大デカよりも先にあったはず。長官太郎っていうのか、何なのそれ。なんかあったよね。ダイナマイトデカにも元ネタがあるもんね。やったね。安い。ただこれよくわかんないシリーズなんだよな。スーチーパイファンの俺でもよくわからん。もういいちいち入るね。僕の名前を知ってるか。抜かないね。あれはだってあれでしょう、映画っていうか。いや、転売のために買っている感じじゃなかったと思う。まだそんなにネットも今みたいな状態じゃなかったし。まあ5月10日、後藤よしお。19,900円にしたんだよ。ドキドキナイトメア面白かったよね。でもすごい当時評判悪くて、あれ俺は楽しかったんだけど。 J リーグ版つくろうシリーズの最新作が早くもドリームキャストに登場。こんばんは。99年 J リーグ試合方式を完全に再現。へえ。 J1、J2 の2リーグ制による緊張感が新たな楽しみを生み出す。この頃人気あったのかな。リーグ制覇までの達成感もより大きくなった。万全のコンディションのようですね。体のキレはいいようですね。両チーム選手たちが
ピッチ上を散っていきます。今熱戦の火蓋が切って落とされました。浦和レッズの司令塔小野選手をモーションアクターに起用。リアルでフレッシュな動きを再現。長官太郎押し込んだ。アントラーズシュートチャンス。ネットワーク機能も充実。個人間のチーム。いや多分麻雀ゲーじゃなかったからじゃない。あんまり多分あの絵の人が古臭いから、まあ、人気なかったんですけど、すぐ根崩れしたよね。ゲームとして面白くないって言われたけど、面白かったけどな、あれ。十分。ただやっぱり、あの金額で、あの時代にあの内容の薄さだと、ファンじゃないと痛いよ。いいよ。ファンじゃないと相当きついのかもね。CM の間に CM が入るんだけど。後ろに富士に喜ぶ男後藤よしおと言うんだよ。はい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 。その時僕は宴の中にいた。マジでこれ何なんだろう、後藤よしおって。誰に聞いても分かんない。19,900円にしたんだよ。ジュインキャス。セガがジェフのスポンサーやってたね。スターグラディエーター2ナイトメアオブビルシュタイン。ゲーセン版の方は面白かったけど、ドリキャス版つまんなかったんだよな、これ。でもやり比べられるほどゲーセンにこのゲームはなくて、ゲーセン版で好きでドリキャス版買ったら全然違くて、なんかがっかりした記憶ある。銀河の英雄22人が集結。一癖も二癖もあるキャラたちが続々登場。デモシーンで語られるそれぞれのストーリーがプレイヤーの感情移入を誘う。爆走する光の洪水と疾走するサウンドエフェクトが生み出す心地よいグルーヴ感。みんなそう、多分ファンじゃない人にとっては痛かったんじゃねえか。宇宙一美しい戦いが銀河。いやでもそうだよな、狭間の時代だよな、やっぱ。そうでしょう。うちの近所も変なわけわかんないゲーセンにだけ置いてあって、そこにやりに行ってたからね。そこ以外にはなかった。あのナオミ基盤だったのかな。いや違うよね、きっと。何の基盤だったんだろう。鉄拳タッグ基盤かな。それぐらいの感じな気がする。宴の中にいた。ドリキャス版の方が綺麗だもんね、モデリングとか。いや綺麗ってほど綺麗じゃないけど。19,900円にしたんだよ。飛ばしてよこれ。CM スキップ欲しいよ。ブラックマトリックス。はあ。アドバンスト。善と悪が交錯する禁断のタクティカルシミュレーション。ガンダムってどのガンダムだろう。98年にレンジサターンで発売されたブラックマトリックスを大幅にちょっとこれ途中の後藤芳生がムカつくから見たくなくなってきた。原作者の尾藤浩司の手による新シナリオ選んでみた方が早そう。あー来た、酔う感じかな。レンジそんなにいっぱいあった。レンジってそんなに置いてあったかな、うちの方。そして斬新なゲームシステムが生み出す超ド級バーチャストライガー公式大会1位。この間捕まったラッパー誰。どういうことあ、横スクってあれサイコサラマンダーの脅威だっけ。時代が違いすぎるな。そのテイストを崩すことなくフルポリゴン化。独特のダークな世界の中へ毎秒60フレームのフルモーション。60フレームなのこれ。リアルなアクションと迫力の 3D 音響による究極の臨場感はプレイヤーを物語へと引き込んでいく。防御ってあんのかな。あ、ヒット感良くないね。なんかすべての人間はハラちゃんいらっしゃい。その剣のしもべとなる。そう、これぐるって回れるからさ。ガンダムの縦銃。ガンダムに縦銃。なんか面白そう。どんなんだろう。幻月夜はいい。哲学や機械王と同じ基盤ですね、スタグラ。ってことはプレステ基盤だ。ふんふんふん。なあ、ここに。アドベンチャー。アクションアドベンチャー。さっき見たやつでしょうか。究極のリアルファイト。さっき見たね、これ。CM か、これ。あ、CM だ。
ね。いや、ナオミじゃないんですよ。その話じゃないんだよ。ジャスガクってプレステ基盤でしょ、ゲーセン版で。あの機械用もゲーセン版はドリキャー、セガ、あのプレステ基盤だよね、互換基盤みたいな。めっちゃしょぼかったもん。ってことはプレステ基盤なんだ。プレステ出せよかったのに。アナログ方向キーの操作による微妙な感覚が、リキに書いてある。あ、そう。斬新なカメラワークが新たなゲーム性を表現する。おい、正月さんいらっしゃい。正月さんは後藤義雄キャンペーンの詳細については知っているんだろうか。プレステ1に移植するにはスペック足らんかったのかも。もしかしたら鉄拳タック基盤だったのかもね。若干安学もっとシリーズ化してもよかったのにな。なんか終わっちゃったね。みんな意外と求める声はあったんだろうけど、多分数字的には全然売れてないんでしょ。売れてりゃ出てるよ。売れてないから出てねえんだよ。そこそこ出たっちゃ出たけど、売れ、すげえ売れたのに、商売として今の時代の、開発費でねえ、プラス、余裕でプラスが出るっていうのが分かるレベルのものなら、ゲーセンでようやってた。ジャスガク、ジャスガク一番やったのプレステ版かな。あ、これダメだ。ディスク1がね、っていうかこれ、サターンのとこにあるな、これきっと。でももうだ。キャンペ主人公育成も楽しかったよ。ジャスガクの方が出たのはカプエス、モエロのガタがナオミか。モエロ、そう、モエロがじゃ、そう、ナオミです。ちょっと待ってね。ちょっとその間これでも見ててくれ。そういうために持ってきてよかった。よし。意外と長いはず。よいしょ。もう一回やる？もう一回やるじゃん。せっかくだから。熱血青春日記はすごいありました。ジャスガク。プレステ、じゃねえ、二作目かな。行ってこよ。プレステの二作目ですね。スト後の背景にジャスガクキャラ一応いる。なんやて。レッカンプニー。和骨です。カプエスの京介に一瞬だけ登場する日向をドット保管して無限にキャラ化するくらいには好きな人いるよね。スト後はヒューガがダウンロードコンテンツで来るって噂もあったね。わら。イエス。やっぱオープニング。ごめん、音量が違う。解像度低いので見た。あー、画質も綺麗。放送ではどうかわかんないけど。これが正しいって信じられない。この際にくらい見える。異常性があるね、これは。ヘビロテしてたら友達に怒られたな。ほぼほとんど病気だわ。はい、それは怒られるわ。飽きるまで見ちゃダメよ。
ナディアキャスト？ガイナックス製なのこれって、オープニングって。オープニングってどこが作ってんだろうこれ。すっかりそんなの忘れてたな。セガ GD じゃねえや。なんだ、GD、ドリマガ GD がいっぱい出てきたわ。デスクリ2はやんなくていいね、今日はね。用意はしてある。CG になってる。IG。あ、IG か。あ、IG なの？かな IG。へぇー。プロダクションエグじゃなかった。まあ、ゲームのムービーは結構やってたよね。ちょっとさ、画面明るいね。やべ。腰が痛い。なぬ、これほっとくと勝手にやってくれる系？ありがたいね。ね、出直すってなんだ。体験版。おお、体験版。ああ、体験版。スペシャルムービー。いらないもんばっかり、スペシャルムービー。実際やりたいものが体験版なんだろうな。密会を操る魔法使いが、塔の主として世界を守っていた。抱え入ってた頃か。そうなんだ。まあ、今は IG って大したもんないの。プレステのデュアルショックみたいなコントローラー新しくしてます。ああ。マルコンみたいなね。あ、そう。ああ。IG 広角機動隊みたいな印象あるけど。ゲームキューブみたいなもんか。RPG じゃなかろうな、まさか。持ってるからいいけど。自宅支出。冒険だけじゃつまんない。可愛いインテリアでお部屋をいっぱいにしちゃおう。イベントクリアで壁紙をゲット。ウテナみたいだな。UFO テーブル、はい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 。ゴッドイーターとか。最初は無口なラナンもだんだんおしゃべりに。トマトマさんいらっしゃい。いやでもプレステでやれって感じだわ。メア魔法使いなら日々勉強。魔法物質メアの合成で密会を育てなくちゃ。密会か。大切なパートナー密会、一緒に戦っていくほど心が通じ合ってくる。ねえ、全然違うね。絶対違う。密会の攻撃力や魔法力などが自由にアップ。さらにメアを研究合成していくことでクラスチェンジメアが作れる。すまん、限界でした。あ、ゴッドイーターね、僕は別にあれでいいか、良かったと思うんだけど、なんか勘違いされてるよね。意外と読解力がない人がすげえ叩いてる。生徒あれは今ではあれ広告なんだから、あれでいいんですよ。また繰り返しの日常へと間に合わなくなったわけじゃないでしょあれ。しかし、ろくにやらなかった。あ、本当。トリコロール。学園に何が起こったのか。すげえ声だな。塩沢さんボイス。ね。カプコンっぽいな。割れてんな。バツ。延期になったの。間になんか制作みたいのが挟まったのって延期のこと？それとも本当に延期なの？単純に延期なの？いいジャスティス入ったね。正しい使い方だ。燃えろ！ジャスティス学園！なんでだよ。なんで急に R 出したの？ロリ先輩がいる。よくできてたよな、なんかいろんな意味で。モデリングの感じとかも良かったし、なんか完璧な続編を出した感じだったわ。リュウガ先生みたいなやつ。それは後に追加されたの？だってあれ宣伝だからでしょ、ゲーム発売までの。なんかまあ勘違いされてるよね、あの作品をね。なんかなんだと思ってたんだろうね、みんな。ゲームをみんなに買わせるために、盛り上げるためのただのプロモーションなのに、なんか
途中でなんかわけわかんない制作中、制作現場の映像が出たとかなんとかって、いやあれよ、あれはそういうもんでしょって。だって買わせるための宣伝なんだから、何のために放送してると思ってんの。ゴッドイーターのアニメね、僕はあれ十分楽しかったけどな、何を期待したのか全くわからない。それ以上なんか近年受け取り側の問題がでけえ、なんかそれでトラブルになってることが多い気がするんだよな。自分たち痛そう。勝負はもらったわ。ペルソナ4に買い物を期待した。ペルソナ4のアニメって出来分めっちゃ悪くなかった、見た目はね。でもアニメから入ったファンが結構いたから、てかアニメから、あ、ゲームよりアニメで入った人多いよね多分。ペルソナはすごい。まあ、やりきった感あるなこのシリーズ。一期は良かった、一期ペルソナ4。そこだけ言われると分かんねえんだって、君とだけ話してるんじゃないんだからさ、何々はをつけてくれ会話には、それが会話というもんだマジで。へえ、ゴールデンってゲームの方かい。ちょっと悪かった。あ、ゴールデン用のアニメがあるんだ。あんまりペルソナ4好きじゃねえから。ゴッドイーターなんか言葉尻捕まえて難癖つける場所になってる。あ、そう、ツイッターか、ごめんゴッドイーターの話をしてんのかと思って。そうだから、ツイッターっていうか、まあね、ネット上はそんな、そういう人がすごく利用している印象がある。一期、二期があるんだね。二期って何を描いたんだろう。一期で終わらなかったのかな。一期ってちゃんと最後さよならで終わらなかった。ソラピー4続編アニメは追加要素以外全く同じ内容なんだから飛ばすしかない。へぇー、ユーザーがツイッターとかで声を増幅できますからね。はい、その分トラブルや勘違いも多くなりましたね。あと結局見てる人、受け取り手がそうやってなんか何かを発するね、世間に何かを発する人の、昔はね、ある程度やっぱまともな人っていうか、分析力があったり、読解力がある人が、なんかこう、なんかすごくいいことを言ったりとかするものが響いてくる場所だったけど、今は誰でもね、声を上げられるっていうか、誰でも何かしら同じぐらいのこう、なんか場所に発信できる場所だから、なんかすごい質に差があるっていうか、むしろ質が低いものの方がやっぱ多いから、世の中って。だからそういうものがすごい目立って、結果的に同じ考えを持った、ダメだろそれって考えを持った人たちが合わさって、なんかそっちの力が強いとか、やっぱさ多数決みたいな結局そうやって叩いたりとか、よく理解もせずに叩いたりとか、そういう声の方がやっぱ巨大になっていく。だってそういう人の方が多いから、世の中よく理解せずに物事をちゃんとこう流れとか、どうしてこれがこう作られたのかとかもあんまり理解しない、考えないからね。おい、すげえな。何、オープニング&スペシャルムービー、画質下がった。スペシャルムービーとは、ちなみに今見ているのはドリマガーという雑誌の付録のディスクです。DVD ではなく GD ロムという容量1ギガのディスクがついてました。はい、だからもうあんま見ません僕っていうか、うるさい人は大体もう切っちゃうからよくわからないことばっか言ってる人は大体もう消す、僕はすぐにフォローを切っちゃうから。意外となんかあいつムカつくけど、すげえなんかツイッターでさ、この人すごいうるさいんだよねとか言ったままフォローしてる人いるけど、俺もう考えられん。うるさかったら誰でも切るよ、すっと。トマトマさんはさっきいなかったのか。スペシャルムービーが見たいんですけど、なんかさっきより暗い、ね、同じもんなのかな。むしろこっちの方が容量めっちゃ使えるから綺麗でもないの。綺麗は綺麗だな。
言うと。あ、そう。いや、ブロックっていうか僕はもう、フォロー解除しますけど。別に。またなんかあれば、フォローすればいいし。うちの母親がすごい、あの人がすごい嫌な人でとか言ってるけどさ、だったら関係綺麗じゃんっていつも言ってる。あ、スペシャルムービー。完全ポリゴンになったんでね、3作目からね。ちょっとドット絵のあの魅力は失われたかもしれんな。どうなんだろう。え、そしてこの曲のインストっていう、日高のり子を使ったっていうのがちょっとびっくりしたね、当時。って今日高って、まあでもやっぱりちゃんとした声優は使わなきゃいけないなっていうのは分かる。一番大事なキャラでもあるからな、メインヒロインだから。まあ、メインヒロインって言っていいか分かんないけど、そこに何でもできるとか器用な、やっぱ器用なベテランをつけるっていうのはセガの判断だな。まあ、声優はみんなちゃんとした人なのか、ここら辺とかも。小桜悦子、表現力がないとね。ヒロイなの、ヒロイだ。ヒロイのおかげだったらヒロイのゲーム全部評価されてもいいと思うけどな。そうなってねえとこ見るとやっぱ違うんじゃねえかって思う。俺これなんか見たことねえイベント。なるほど。あそういうことね。ちゃんと役者ができる人って選んだんだな。声優だって今舞台、歌はできるけど舞台はできない人っている、いるだろうけどな今だと。広い、そう、広いっぽい。まあサングラス長えな。まあ一回は他見るより、せっかくここまで見ちゃったし。そうね、だから舞台をやりたいからっていうことなんだな。でも田中真由美をカンナに起用するのはどうかね。あれ、花火って誰なんだよ。ゲーム作ったりなんか小説書いたりとかしてるわけじゃないんだ。危ない。この時代にこのレベルだもんな。ミュージカル、あの人は何でもできそうよ。嘘、あ、弓矢の人、へえ、なんで、あそういう理由。もうそういう人を相手に商売するって大変だな。どうでもいいと思うんだけど、本人が幸せなら仕事をちゃんとすればいいだろう。でもなんかアイドルみたいな見方になったりとかっていうか、アイドル、若いアイドルだったら別にそれでいいけどさ、声優なんか若くねえんだから、どうでも、もうババアなんだから全員ほとんど年齢的には。あ、わかる。ちょっとね、ちょっとなんか老いたなって思ったよね。でもなんかヒロイ王子を知ってる、昔から知ってる人にとってあれはまあな、別にないんじゃねえかなって思うと思うんだけどね。あの人は若々しくないもんね。甲高い声が出るだけで。まだあんの？次回予告か。あ、一話目予告だ。シャンゼリオン、来週始まるよみたいな。私たちはかけがえのない人と出会いました。桜大戦3、パリは燃えているか、愛の御旗の中。エリカ、この男がそうだ。あ、え、ああ、そっか、オリカサ愛だ。なんか渋いの来たな。新番組、来週とかでね、来週再来週とかで、ね、バウンティーハンターさんのプロモーションってすごいな。やべ、渋すぎてプロモーションが。ナオミ2、あ、
出た。やりたいけどなかなかやれる場所がないゲーム。メル&シーか、あいつら二人は。オリカサイはあやめさんじゃなかったっけ。オリカサイ、オリカサイじゃなかった今、あの変なあのメガネの。違うか、さすがに使わないか。あやめさんっているんだっけ、妹がいるんだっけ。さすがにあのキャラクターであれでやったら天地無用になっちゃうからダメか。違う人か。え、あ、びっくりした。俺ドリキャスでは出せないんだよね、スペック的にね。だドリキャス 1.5 が出るとすればこれぐらいのスペックだったんじゃねえかという夢は見れた。そっか、違う人か。金髪、銀髪のキャラ。出てない出てない、これ違う、ゲーセンの宣伝。別にドリキャスのディスクじゃねえんだこれ。なんてファミマガのディスクみたいなの、なんて言えんだろう。そう、ナオミ2って書いてある。ドリキャスには出せない、スペック的に。まあ、ジェットセットラジオ、そう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 、ジェットセットラジオの2みたいな感じ。出てないよ、さすがに出てねえだろこれは。まあプロモっていうかゲーセンの紹介だねこれ。マジで、これはドリキャスでは無理だ。出て欲しかったけどな。でももうゲーセンでやるゲームだからな、専用筐体にまたがって。ジョジョ、あの 描写の仕方っていうか何ですか、表現法が。そうだね、この短時間でボンって楽しめるっていうか、ワンコイン分しっかり楽しめるやつ。意外と街しっかり広い。そうなんだよね、漫画のコマみたいなのが。滑らなかった、死んだ時の顔。そうだね、そうそうそう、そんな感じだったね。わかる、言いたいことはわかった。捕まったん、ああ捕まっちゃったのか、時間切りか。ゲーセンでちょいっとやるクレタクもそういうゲームだからね。ハイテンションでワンコインポーンってやってっていうゲームです。あんまり置いてるとこなくてさ。まあね、あ、一作目か。あー、おー、ダウンロード用のデータがついている。これはね、なかなかお得ですよ。これが全部入ったのがゲームキューブ版だよね。そうか、ここに入ってたのか。なんかどっか行かなきゃ手に入んないとかだったよね、確かね。だからヨネがそんなに言ってた気がする。放送が全部ラグいな。更新よろしく、あと12分。ディスクはまだまだあると思いきや、なぜかネオジオ CD じゃない、 LD だこれ。 CD12 センチ CD、 CD サイズの LD プレイ、 LD ディスクだこれ。コテハンが変わることが厄介なアット払いの話題。アット払い、一回ついてる人はもう変わんないよ。へえ、右の人ってあれセブンスクロスだっけ。SP をね、体験版かい。うん、これ待って、わかんねえ、やんなくていいやつっぽい。古いやつになるとなんか途端に色気ねえな。ああ、読み込んじゃったな、これダメだ。よし、ちょっと待てよ。できるだけ古いのからやりたいけど。前のミニゲームにシューティングがあるって割と最近知った。はあ、出来はいいんだろうか。あのゲーム自体プログラム的に引いていいから期待はできないけど、ときメモレベルのものではないと思うけど、どうなんだろう。ハドソンが縦集でやっちゃったのかな、3分間モードとか。
ソフトバンク、このソフトバンクって今のソフトバンクなんだよねって、この話何度か知ってる気がする。体験版ズサーバサーだ。オリジナルムービー、ゲームセンターにあるらしい。そんなん言ったらあれでしょ、バロックに縦芯があるってやつでしょ。鍛え古いやつの古いビジュアルメモリーはうるさい、新しい方は短い。え、きた地方色だね。今日の盛んとかあったな。戻すな戻すな。書いてるのが楽しかったんだけどな。まあな。ゲームと関係ない場所。渋谷っぽさの場所だ。いやこれはよくできてたよな。なんだろう、よくできてるって言ってもプレステ2に出しても売れないなかったんじゃねえかなってゲームではあるけど、なんだろうな、時代、確実に時代を先取ってたよね。なんかただね、ゲームとして見ると難しすぎるんだよね。ちょっとね、面白さよりも難しさがちょっと目立っちゃって、もうちょっとテンポよくバンバン遊べるゲームだったらって言ったらやっぱり続編の方になっちゃうけど、そういうあれだと味気ないからね。惜しいんだよ。移植、箱移植、あ、箱移植って HD リメイクみたいですか。ちょっとねこのゲームね、部分的にめちゃめちゃめんどくせえ部分があって、そうなんです。見た目非常に良くて、プレイするとやっぱそれ以上の見た目で受けた印象以上に難しさが出てきて、そこが若干損してると思うんだよね。セガのゲームね、そういうの多い。あ、一緒、続編？あー、フューチャーのこと？はいはい。フューチャーはね、テンポは良かったんだけど、テンポはいいけど、時代、うわ、